こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちら。こちらの、グリーンが綺麗なこのモヘアのケーブル編みのベストの作り方をご紹介したいと思います。でこちらなんですけども、このグリーンを見た時にもすごい可愛いなと思って、しかも私の大好きなモヘアで、このふわ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 っとしたこのモヘアと、このちょっと黄みがかったグリーンがすごく可愛いなと思って、よしベストを編もうと思って編みました。そして今回この棒針編みでこちら編んだのですが、まあ棒針編みの説明がなかなかちょっとまだ慣れてなくて難しくて、若干たどたどしいところがあるのですが、まあそういうところはちょっと分かりにくかったりもすると思うんで、ちょっと先にすいませんということで謝っておこうかなと思っておるんですが、まあできればその動画を見ながら、編み図を見ながら、あと本も紹介しているので、まあ本も見ながらこう編みたい方はぜひ編んでいただけると嬉しいなと思っています。まあ、基本的に編み方はすごい簡単で、まあ、ポイントはもちろんこの前のケーブル編みですね。このハニカムと縄編み、そしてこのねじり目のこのリブ編みの部分を基本まっすぐ編んで、襟ぐりを編んで、この襟をつけて、この襟がちょっとこう袋状にパフパフなってるんですが、ここもポイントですっていう編み方です。基本的にまっすぐ編む。で脇はリボンがついていて、で背中が、前が結構柄編みでしっかり柄柄に、後ろはイギリスゴム編みでシンプルにちょっとふかふかっと仕上げてみました。いかがでしょうか。こんな感じですごく可愛くできたなと思っています。で襟もね、ハイネック、これ折り曲げなければ多分ハイネックにもなる感じなんですけど、まあお好みでそこは仕上げていただけたらいいかなと思っていて、私はまあ春なので、まあ、こんな感じでリブニットの中に着たりとか、あとなんかシャツとか着た時にちょっと襟が見えたりすると可愛いなと思って、ここ折り曲げてダブルに仕上げています。でね、結構長くなってしまったので、動画が今回2本立てでお送りしたいなと思ってて、1本目の動画はこの前身頃ですね、この柄の編み方だったりとか前身頃の編み方を、紹介しています。で2本目は後ろ身頃を編んで、全部組み立て方のハギだったり襟ぐりだったりリボンだったりとかをご紹介しています。棒針編みで、まあ、編み慣れてる方は多分図は見ていただいて、まあちょっと編み始めてみたらそんなに難しくなく編めるかなと思ってます。まあ、棒針編み初心者の方はなかなかちょっと私の説明だと若干難しいところはあるかもしれないのですが、もし編まれたい方は、まあ、お近くの編み物教室の先生だったり手芸屋さんとかに、ね、編み物分かる方もいらっしゃったりすると思うので、聞いていただけたらいいかなと思ってます。はい、じゃあそれでは編み始める前に概要欄に糸の詳細ですね、何玉使ったとか、どこの糸使ったとか、あと購入したお店の URL だったり、あと本、この参考にした本も全部 URL も全部記載するので、もしよかったら見てみてください。あと SNS の情報だったり、あとオンラインストアでこちらの編み図も販売します。もしよかったら見てみてください。あとチャプターですね、記載するのでよかったら見てみてください。はい、それでは早速編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。だるまさんのウールモヘアという糸ですね。だるまさんのウールモヘア、スーパーキットモヘア 20%、 キットモヘア 36%、まあ、モヘア 56%、 ウール 44% の糸ですね。こちらを使って編んでいきます。お色はこの14番のちょっとグリーン、なんていうんですかね、アイスグリーンみたいなグリーン寄りの、ちょっとミントグリーンというか、すごく綺麗な今年のトレンドカラーです。そして使用する針はリブの部分がこちらの7号針、そして柄の部分はこの10号針を使って編んでいきます。あとはこの縄編み針を使って模様を編んでいきます。それではまず編み始めは、指にかける作り目をして80目編みます。今回簡単にザーッと下から編んでいくので、もう指にかける作り目をしてリブの部分を編んで、模様編みの部分を編んでっていう風に編んでいきます。それでは糸端をちょっと残していただいて、ここら辺からこんな感じで輪を作ります。そしてこの輪の中に針を通す。
そしたら人差し指と親指にこんな風に糸をかけて、残りの3本でこの糸をつかみます。これで、作り目の編み始めの準備ができました。ここからこの輪を1目とカウントして80目編んでいきます。まずはこの親指側を親指側にくるっと針を持ってきて、この輪を下から針をくぐらせます。そして人差し指側の糸をかけてこの輪に通します。これで2目目ができました。また同じように親指側に針を持ってきて、この輪を下から針をこんな感じでくぐらせます。で人差し指、針を下からくぐらせて輪に入れて、糸をかけてキュッと、これを繰り返して80目編んでいきます。79目編み終わりました。先ほど80目と言ったのですが、これから1目ゴム編みを編んでいくときに偶数で終わってしまうと最後は裏目で終わってしまうんですね。なので79目にちょっと変更させていただきました。79目にして、ここから1目ゴム編みをして、模様編みを編んでいくときに途中で1目増やして80目にして、模様編みを編んでいくという風にしたいと思います。ざっくりとですが、こんな感じで図案を作ってみました。それでは次は、この1目ゴム編みの部分を編んでいきます。この次は2段目を編むので、ここが1段目ですね。でここ2段目を編んでいくので、裏目から始めます。裏から見たもので、表の裏は裏なので、裏表裏表裏表、そして表に返った時は表裏表裏という風に編んでいきます。ちょっとここの段数は今仮の状態ですね。編んでみてどのくらいかベストかをちょっと考えながら編んでいく感じにします。それでは今この2本一緒になっているのを1本抜きます。はい、1本抜きました。そしたらちょっとこの残った糸は軽く結んでおきます。はい、そしたらここから1目ゴム編みを編んでいきます。はい、そしたら裏目ですね。まず裏を編みます。糸を手前側に、この糸を手前側に持ってきて、この輪の中に針をこのように通します。そして糸をかけて、はい、これで裏目が1目編めました。そしたら次表目、表目は手前側から糸をこうすくうように針を入れます。こんな感じ。そして糸をかけて、これで表目、これを繰り返します。裏表裏表、こんな感じでまず2段目を編んでいこうと思います。こんな感じで2段目が編み終わりました。そしたら今度は表に返します。こちらが表で、次は先ほどは裏表裏表と編んだんですが、次からは表裏表裏と編んでいきます。表裏表裏、これを交互に繰り返しながら、それぞれの段も交互に繰り返しながら編んでいきたいと思います。1目ゴム編みを14段編みました。こんな感じに編めてます。それではここから
模様編みを編んでいきます。こちらが図案ですね。ねじり目ですかね、ねじり目のリブ編み、表裏表裏とまず9目編んでから、ここは裏編みです。でここを14、15段目ですね、編むときに1目ここで増やそうと思います。でここで全部で8目の縄編みで、また裏目裏目でねじり目1目裏目裏目で、ここでハニカム模様ですね、中心でハニカム模様32目編んで、こちら側はここちょうど反転させた感じで模様を作っていきます。それでは今ここまで7号針で編んできたので、次からは10号針に針を変えて模様編みを編んでいきます。右手に15針、左手にこの編んだものですね、打ちます。まずねじり目の説明からしていきます。ねじり目はこの縄編みがこう、編み目がこう、普通はこのように反対側の U 字のようになるのですが、これがくるっとねじれて編まれていきます。でねじれることでちょっとこうキュッとした編み目になっていきます。表編みのねじり目から編みます。表編みは通常この輪を下からこうすくうように取って糸をかけるのですが、ねじり目の場合、ねじり目の表の場合はこの輪のこのように垂直に刺す感じですね。で刺したらこの向こうに針を出します。そして糸をかけてここで引き抜くことによってちょっとこんな風にねじれます。でこれを表裏表裏と9目編みます。で次は裏目、ねじり目の裏目を編みたいので、今度裏目を編むときは糸を手前側にしてこのように中心からこうやって入れると思います。普通はでねじり目の場合は向こう側からこの輪を下からすくうようにこんな風に針を入れます。で糸をかけてねじれます。これが表と裏ですね、表目と裏目のねじり目です。これを9目繰り返します。9目編めました。そしたら次は裏編みを編みます。まず裏編みを1目、そして1目編んだら次のここで増やし目をしたいと思います。そしたらこの間のこの糸をこんな風にすくいます。糸は手前に持ってきとって持ってきておきます。でこの間のこのこれをこのように左側の針にかけます。でかけたらこの向こう側の輪を下からすくってこの輪の中に出します。このちょっと見えにくいのですが、向こう側のこの1本すくってこの輪の中に出して糸をかけて、これで1目増えました。そしてここに裏目が2目並んでます。そしたら次は今度縄編みを編んでいきます。そしたら縄編みはこれを使っていきます。で4目4目をこういう感じでクロスするので、まず最初に4目この針ですくいます。ここですね、この図案、この4目が上にこうかぶさるんですね。で上にかぶさ、右側が上にかぶさるときはこの縄編み針で取った4目を手前側に取っておきます。そしたらまず4目これで取ります。でこれで 1,2,3,4 目こんな風に取ります。そしてこれを手前側に置いておきます。そしてここから表編みで4目、1
1、2、3、4、はい、これで表編みが4目編めました。そしたらここに残してたこの4目をまた表編みで4目編みます。1、2、3、4、はい、こんな感じになります。そしたら次は裏編みを2目、そして表編みのねじり目を1目、裏編みを2目というふうに編みます。そしてこの次はハニカム模様を編んでいきます。ハニカム模様はこの図案の通りこの2目ずつがこういうふうに交互に交差していきます。この交差がこういうふうに左側が上に来る方、右側が上に来る方、左側が上に来る方というふうに編んでいきます。そしたらまずはここから編んでいきます。今度こっちこういうふうに左側が上に来る方ですね。左側が上に来るときはこの2目を向こう側に置いておきます。そしてまず表編みを通常通り2目編む。そして向こう側に取っていた針のかかってる糸、これを表編みで2目編む。そうすると左側の2目がこんな風に斜めに交差しているのがわかると思います。で次はこういう風に交差するので手前側に取っておきます。そして表編みを2目、そしてまた外れてしまったのでもう一回編みますね。表編みを2目、そしてまた表編みを2目編む。はい、こんな感じでこのこっち側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 と交互に繰り返して編んでいきます。はい、じゃあこれを繰り返して編んでいきます。こんな感じでハニカム模様が編めました。次はこの裏2目ねじり目1目裏2目を編んでいきます。裏目が2目、ねじり目が1目、裏目が2目。そしたら今度この次のな4目4目の縄編みを編んでいきます。4目4目の縄編み、今先ほどこんな風に編んだのですが、
次はこう逆にしてこういう状態でなるように編んでいきたいと思います。なので先ほどは手前側に取っておいたのですが、次は向こう側に4目を取っていきます。次はこの4目を1,2,3,4目を取って向こう側に取っておきます。そしてまずは表編みを4目、そして今度は縄編み針に取っておいた4目を表編みで編む。という風になります。そしてあとはここですね。次裏に目編んで9目、ねじり目と裏のこの1目1目を編んで、15段目が完成します。15段目が編めました。それでは次16段目裏から編んでいきます。はい、それでは次16段目ですね。16段目、この偶数段は裏を見ながら編んでいきます。なのでこれはこの図は全て表から見た状態の図案です。なので例えばこの表編みのところは裏目を編んで、このねじり目が表に出ているところは裏から裏目のねじり目を編みます。この間も今図が入ってないのですが、ここ後から図は追加しようと思います。ここねじり目全部ねじり目表ねじり目裏目ねじり目表もねじり目裏目という風になっています。でここはただの裏目なので表目を編む。でここも全て表目なので全て裏目を編みます。ちなみにこのねじるところ、これは表編みでから表から見て編むところにしか入ってません。それでは次16段目編みます。16段目裏から編むので、まず裏の裏目のねじり目から始まります。裏のねじり目、表のねじり目、裏のねじり目。そしたらここ全部で9目とプラス2目まで編みました。で次ねじれているところ、ここ今裏から見てて、次表、図案には表目が書かれているので、ここはすべて裏目で編みます。ここ普通の裏目ですね。ねじれ目の部分は両脇の9目とこの8目のね、縄編みのところの次の1目のところのみですね。それ以外は普通の表編みと裏編みを編みます。次は次の部分は図案は裏目が2目なので、ここは表編みを2目編みます。そうすると表から見ると裏目が編めてますね。そしてここはねじり目なので裏目のねじり目を編む。そして次は裏目が2目なので表目を2目という風に、この図案とは逆の編み目で編んでいきます。伝わってるかな。これが図案になってます。でここの54段目まで今編んだ状態ですね。そして次55段目はここまで、ここの目までは通常通り、ここまでは通常通り編んでいきます。そしてここ伏せ止めをします。でここの部分は別の針だったりとかに、取っておいて休ませておきます。そしてこっち側に編んでいって、でまた折り返します。でそしてその次に減らし目をしてまた編んでという風に編んでいきます。まず55段目からですね編んでいきます。そしたらまずは図案通りに編んでいきますね。ねじり目の1目ゴム編みを編んで、
たら裏編みを2目次は表編みを8目というふうに、指定の位置まで図案通りに編んでいきます。ここまでこんな感じで編めました。そしたらここから伏せ止めをします。伏せ止め10目ですね。10目伏せ止めをします。伏せ止めのやり方ですね、まず表編みで1目編みます。そしてまた次表編みで1目編んだら1個手前の表編みのこの輪をかぶせます。こんな風にこれを繰り返します。次は表編みを1目編んで1個手前を したらここまで図案通り編んでいきました。ただここから先10目伏せ止めをします。まず一番最初に表編みを1目編みます。そしてまたもう1目表編みを編みます。そしてこの1個手前のここですね、これを今編んだ表編みにかぶせてこんな風に引っ掛けていきます。次また表編みを編んで1目手前を引っ掛ける、表編みを編んで1目手前を引っ掛ける、これを10目繰り返していきます。こんな感じでこの針から目が外れていくのがわかるかなと思います。こんな感じで伏せ止めが10目編めました。そしたらここから先はまた図案通り編んでいきます。こんな感じになりました。で今思ったんですけど、これここを伏せ止め編む前にこの糸ちょっとこういうものに付け替えておかなきゃいけなかったかもしれないです。こっち側ちょっとここまで編んでしまったので、ここ編んでからこの針からこっち側は外してこれに付け替えていきたいと思います。それでは56段目編みます。56段目は裏から編みます。図案通りにまずはねじり目の1目ゴム編み、ここまで編めました。そしたらこっち側の針にかかっているここの目を外します。でこれに移し替えていきます。
はい、こんな感じで写し替えました。そしたらこれをはめて休ませておきます。そしたら次は57段目です。この黒い点が伏せ止めのマークですね。でここを角を出さない減らし目で減らしていって、こっち減らし目減らし目減らし目という風に減らしていきます。そしたら角を出さない減らし目というので減らしていきたいと思います。まず右の針にこの一番端の1目を移します。そしてそこから減らし目、いつも通り減らし目、伏せ止めをします。表編みを1目編んで1個手前をかぶせると、ここの伏せ止めは一番最初に表編みを編んで1個手前にかぶせたんですが、こっちは表編みをせずに滑り目で1目右に移してから表編みを編んで1個手前に引っ掛けるという風にしてます。表編みを編んで移す、表編みを編んで1目移す、表編みを編んで1目移す。はい、こんな風にここに伏せ止めができてできました。そしたら次はまた図案通りに編んでいきます。表編み、はい、そしたらここは図案通りハニカムのねじりを1回入れます。ここも今図案がひっくり返ってたので、ここがここですね、ひっくり返ってたのでちょっと図案間違ってたので直しました。こっち側に、倒れるように編んでください。こんな感じで57段目が編み終わりました。そしたら58段目はまた裏から減らし目なしで編んでいきます。58段目が編み終わりました。そしたら次またここを減らしていきます。図案はこんな感じですね。2目減らしたいと思います。それでは59段目編みます。右の針に滑り目で移してから表目を編んで伏せ止め、表目編んで伏せ止め、はい、こんな感じですね。でここからは図案通りに編む。こんな感じで編んでいきます。それでは左側の襟ぐりを一気に編んでいきたいなと思います。こんな感じで段数編み終わりました。裾から76段ですね。76段です。そしたら次はこっち側を編んでいきます。はい、そしたら次はこちら側を編んでいきます。で針をこんな風に戻します。これを外した時と同じようにこんな風にして棒針に戻していきます。こんな感じで針が戻りました。そしたら次56段目ですね。今55段目まで編めている状態なので56段目、ここの減らし目の部分、伏せ止めの部分から編んでいきます。図案の見方や編み方はこちら側を編んだ時と同じです。
まずこちら糸をつけてからこんな風に糸端を残してこんな風に新しい糸を持って編み始めます。まずここ滑り目をして1目右側に、そしたらここ裏目なの、今裏から見て編んでいくのでこちら裏側から伏せ止めをします。裏側から伏せ止めをするときは裏目ですね、裏目を編んでかぶせる、裏目を編んでかぶせる、表が裏になった感じですね。はい、そしたらここからはまた図案通りに編んでいきます。56段目が編み終わりました。そしたら図案通りに、最後までこのこちらの右側ですね、編んでいきたいと思います。図案はこちらです。こんな風にして減らし目をしながら編んでいきます。はい、こんな感じで前身ごろが編み上がりました。襟ぐりもいい感じではないでしょうか。いかがだったでしょうか。グリーンが可愛いモヘアで編むベスト、ケーブル編みのベストの前身頃編ですね。ぜひぜひ編んでみてください。もうね、春もちょっとこれから暖かくなると思うのですが、春を彩るアイテムとしてね、春先にちょうどいいかなと思っています。はい、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして第2弾もよろしくお願いいたします。またねー。